じゃこんにちは。はい。2-2-5です。2-2-5。すごい。はい。早ければ26日金曜日の巨人戦から一軍上がってくるんじゃないかというところで、上がってきたらこれはもう即スタメンということになりますか。まあそうならないとな。そうそう、ベンチ。ただね、あのファームのゲームをね、頭から見たんだよ。筒香が出るっていうんで。はい。でまず俺の第一印象、うん、体に張りがないなって。っていうのは思った。それスイングを見てっていうことですか。いや、体全体見て、まずでちょっと痩せたみたいな。はいはいはい。まあそんな感じがしたんだよ。はい。まあ試合をこう見てってね、まず気に食わないのが、うん、まあ俺が気に入るか気に入らないか別問題かもわからないけど、DH 4番なんだよ。はい、そうです。え、なんで守備つかせないのかって、DH なんかないぞ、もうセリーグはみたいな、守備をやりながら体の張りを作っていったりとか、はい、キレを出したりとかしていかなきゃいけないのに、なんという過保護な使い方してるんだって、守備でね、まだ動けなくてミスが出たっていいじゃないかって、だって筒香を覚醒しないと、はい、このままだと本人も言ってるように、キレがないとかね、はい、正直なコメントだと思うんだよ。筒香をやっぱこうちゃんとした形で使ってあげたいよね。最初散々たる結果だったら、叩かれるよこれ。そうですよね、だからそしたら守備はつかせなきゃいけないし、俺一番でもいいと思ったんだよ。あ、はい、一番つもうどんどん回数を回せみたいな、はい、そういう感じだったんだけど、4番 DH 都合、なんで DH 使うんだろうっていうのがまず疑問だったよね、はい、早ければ何日とか言うけどさ、早ければって言ってる場合じゃない、守備もついてないのに。確かにこれどうしてそんなに早めたいんですかね。やっぱお披露目したいんじゃないの。そっか、お披露目とか、まあ、グッズのこともあるでしょうし、まあね、そっか、だあのこの23日の日本ハム戦でファームで出たんですけれども、4番 DH、 全て違う投手との対戦で5打席に立って3打数ノーヒットでフォアボールが2つということで、はい、この日2度目の実戦を終えたんですが、やっぱりコメントでも本人まだまだキレが全然ない、これ試合を重ねないとなかなか戻ってこないかなというふうに思いますということで、ただそのストライクゾーンに関してアンダーは出なかったものの、2つのフォアボール、ストライクゾーンは自分が思っているゾーンと実際にボールが通っているゾーンを映像で見てもそんなにズレはないというふうに、そこまでの誤差は自分的には苦にしていないような感じではあったそうなんですけれども、バッティングの内容が全く内容ないもんね。うん、まあ、フォアボールを取れたとか、はい、まあ、そういうことはあるにしても、まずはやっぱりね、俺ミニキャンプやった方がいいと思う。ミニキャンプをやって体にはある程度こう張りを持たせて、はい、あの芯作っていかないとさ、キレはなかなか出ないのかなっていうふうに思ったな、うん、それとやっぱり早く守備について、はい、本当瞬間的な動きやっとかないと怪我にもつながるよって。これどうして首脳陣が守備じゃなくてですか。わかんない。だからまだそれだけの体が出来上がってないのかもわからないよ。だとしたらこんなに早く上げる必要って逆にはないよね。怪我にもつながっちゃうし。それとやっぱ筒香の見せ方っていう意味では、うんうん、やっぱ万全で見せてあげたいよね。それが本人のためでもありますよね。そう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 。だからそういう意味ではちょっと焦ることはないかなっていうふうに思う。うん、うん、焦っても仕方ない。そうですよね。焦ってそこでガタガタになるよりは、確かに筒香クラスだったらある程度の緊張感を持たせてやらなきゃいけないという責任感を持たせたらポンポンと出るかもわかんないよ、うん、だけどこれはね、言えば長続きするものではない、うん、やっぱしっかりしたものを体の中に作り上げとかないと、はい、最初はポンポンといくかもわからないけども、やっぱ筒香のことを考えると少し時間をやってミニキャンプぐらいやった方がいいかもなとは思うけどね。豊さん的にはだいたいいつぐらいが目安で。いや、それはもう体が出来上がるまで上げないっていう。そっか、あの期間をこう決めないでってことですね。そう、だからまあ言えば交流戦からでもいいぐらいの感じで捉えた方がいいかもわからないよね、うん、確
かに DH だと本当に守備の実践って本番でしかっていうことになっちゃいますよね。そうですね。で今年のゲームが、まあ、オープン戦は出たとしても向こうのね、うん、それから期間というのは相当空いてて、やっぱゲーム感もないだろうし、ゲームでのスイングっていうのも、まあ、なかなか戻ってきてないと思うんだよね。それ考えるとやっぱこう焦らないでほしいなとは思うけどね。そうですよね、うん、以前のコメントで三浦監督が筒香選手に上でもういけるかはっきりと無理ですっていうふうに言ってくれたんで、本人もなんでそんな早くってなのかなっていうふうにちょっと疑問に思ってるかもしれないですよね。まあ金の取れる選手だからじゃないね。多分それはもう球団のっていうことになってきますよね。いやだけどそれに振り回されてたら、せっかく日本にね帰ってきてやろうというふうに決めたのに、ちょっと辛い思いをするかなというふうに思うんです。そうですよね。あとは上に、まあね、4月26日って具体的に見込みというふうに記事に出ているので、となると、まあ、いきなりはい守備ですとなると、もちろんファーストっていうところに多分なってくるんですか。多分そうなるとは思うけどね、まあ、オースティンがいないっていうところで。でもオースティンが帰ってきたらもちろん外野をやることには今後なりますか。可能性もあるよね。ということは一塁と外野の守備も本来ならやっておかないとってことなんですかね。うん、両方やるのが一番いいけどね。でやっぱこう体の張り、その内野のノックを受ける、うん、外野のノックを受けて走る、うん、まあ、そういうのはもう本当に数多くやっといた方がいいと思う。そうですよね、うん、じゃないとこうやっぱ切れは出てこないだろうな、なかなか DH じゃ。そうですよね、うん、で一応ノックではレフトで守備受けてた、うん、そうなんですけれども、じゃファーストはもう ぶつけ本番でパンといくっていうことなんですか、内野は。いや分かんない、レフトで使うかも分からないし。で佐野選手をファーストでっていう可能性はあるよね。内野を向こうで全くやってないっていうことになると、はい、やっぱ5年間のブランクがあるわけだから。そうですよね。そしたら外野っていう風になる可能性もあるよね。だから本人が望むかもからね。外野がいいですっていう風に。おお。え、でこれ打順はどこにいきなり入れるんですか。いやだから打順はやっぱ6番あたりじゃないの。3、4、5にも入ってこないってことですよね、きっと6番。いや本人がキレがないって言ってるものをさ無理やりやっぱ入れれないでしょ。無理ですよね。で俺が見ても今このバッティング、今のバッティングの状態であればクリーンアップは無理っていうふうに思ったからね、うん、まあ、6番あたり、7番あたりぐらいでスタートする方が無難だな、早ければね。早ければ、うん、ただそのファームのゲームにもしっかり出て、ミニキャンプもやりながら守備にもついて、体のキレだとかそういうのが出てくるんだったら、まあ例えばオースティンが抜けてる2番とか、はい、3番とか、うんうん、まあそういうことは可能性はあるよね、うんうん、だけど今のままでは下位に置いといた方がやっぱ彼のためだよね。あとは今レギュラーで頑張ってる外野の選手だったりがいるわけで、やっぱり筒香選手が率低くてもやっぱりそこは使うっていうことになるんですか。可能性があるんだったらね、あ、これは良くなってきてるなっていうふうに感じれば、使い続けないとやっぱキレっていうのは出てこないし、ああいうタイプは、うん、あ、ちょっと今日打てなかったから明日ちょっと休みなみたいな、うん、また次の日行くよみたいな、うん、そんなことしてたらいつまでたってもキレは出てこないし。そうですよね、うん、だからといってずっとその好調な選手を外して、まあ、筒香選手を使う、例えば率が低い、まあ、好調な選手ってなかなかいないんだよね今。怪しい、あ、まあそうか、うん、あの渡来もダメだし、関根もちょっと落ちてきてるし、うん、好調な選手がいないからね。 そこはじゃあ外野の選手がなかなか今好調を保ててない選手がいるから、そこは筒香選手が入って、こう筒香選手になんかいいこのきっかけになってチームも上がっていきたいっていうところでいいんですか。いやまあそりゃそうだよな、うん、だからまあ打線に入ってその額面通りに働いてくれるんであれば、うん、それはやっぱ厚みは増えるし、うん、でオースティンが帰ってきたら余計に厚みが増すしね、うん、はい、それはもう相当な破壊力を持つけども、うん、ただやっぱり今の状態ではそういうことはまだ期待できないですよ、ね、まあ、今後そのキレが出てきて、はい、その感を取り戻し、うん、で慣れてくれれば本来の筒香に戻るとは思うけども、うん、今の状態ではちょっと難しいな。ですよね。ただもうこの26日の巨人戦の金曜日まであとなんか1日しかないところで、それは無理無理でも、もう上がってくるわけですよ、ね、いや分かんないよそら。あ、それは分かんない、まあ、それは状態見てそれはまだ無理ですって言えば、うん、だって DH で出てるわけだから。そうなんですよね、だからそれは無理でしょ。
ですよね、守備にそれがついての打席じゃないとっていう、うん、まあ本人が言うようにキレがないって本人が言うっていうのはさ、ね、やっぱ相当だと思う、うん、だからそこら辺はやっぱ慌てない方がいいと思うな。そうですよね、俺はね。ただやっぱりね、巨人戦でそこから筒香選手が帰ってきた姿を見せるっていうのは多分チーム的には一番見え方がよろしいのかもしれない。まあストーリーとしてはね、はい、まあ、いいかもわからないけども、うん、やっぱ筒香本人のこと、はい、でチームのことを考えるとさ、うん、やっぱ今年でも優勝狙ってるわけでしょ、はい、そこは万全を期して、うん、ストーリーはいらないよ。そうですよ、ね、ストーリーは後付けでいい。うん、そうですね、あの時に筒香が帰ってきてくれたから変わってきたみたいなね、筒香、うんうん、もねミニキャンプを張りみたいな、はい、万全の状態で戻ってきたら、うん、やっぱ本来の筒香の姿がそこにあったって、はい、いや後付けでいいからその方がいいんじゃないかなっていうような気はするけど、本人のためでもあるしチームのためにでもファンのためでもあるってことですね。そうだよ、もう戦々恐々としてるよ、筒香見たら俺かみたいな俺がいなくなっちゃうもん。そうですよね。いやそりゃやっぱちょっとかわいそうだしさ、うん、いや万全でもう本当に筒香帰ってきた、あやっぱ筒香さんにはかなわんなっていうぐらいの印籠を渡せるぐらいじゃないとさ、うん、そうですね、それなんで使ってんのみたいな、俺の方がいいじゃん今みたいな。そうなりますよね。あなるなる。でまた筒香選手打てないとまたファンになんかね言われてしまったりとか、まあ、やっぱり言われるよそれはね、うん、期待が大きければその裏付けとして批判もできなかったら大きいよ。ですよね、うん、これはもう宿命だからしょうがないね、うんうん、やっぱり筒香もここはわがまま言っていいから、はい、万全にするまで我慢して歯を食い縛って頑張らない、うん、そうですね、うん、まだ全然ですよみたいな、うん、DH ありましたっけみたいなそんなとぼけたこと言われたんだよな。そうですよ、ね、困るしな。なので豊さんの見立て的にはミニキャンプも張り体にキレが戻って交流戦からでも十分遅くないしいいんじゃないかっていう、金曜日のスタメンをちょっとね見るのがちょっと気にしてます。まあそれはもう登録されるかされないかによって全然変わるよね。登録っていうのは前日に分かる。いや当日にする登録の仕方もあるんだよね。そうなんですね。だからそれはねいつ登録されるか分からないけども、うん、俺はまだしないと思うよ。まだしない、うん、いやあのままでしたらやっぱ負担は都合一人にかかってくるから。そうです、ね、あとはチームとしての負担も背負うことになるからね、うん、だからまあそこら辺は慎重にというふうには思うけどですね。とにかくまあねファンもそうですけど万全な状態でいい筒香選手やっぱりいいかっこいい筒香見たいだろ、うん、見たいです。あれまだ調整不足かみたいな、まあ、嫌です。そりゃ、いやちょっと待ってオープン戦じゃないぞみたいな、それ嫌でしょ。嫌です嫌です、ね、しっかり守備も守って。そうだよな、うん、いやだから慌てないということだな。そうですね、はい。